青森の歴史。縄文時代の三内丸山遺跡が有名で、日本書紀によると7世紀頃には朝廷に対して蝦夷が朝貢関係を結び始めたようです。坂の上の田村麻呂らもこの辺りまで攻めてきて、平安時代には安倍氏が勢力を伸ばします。この安倍氏の一派が後に津軽安藤氏の祖となったとの伝承もあるのです。延久蝦夷合戦あたりから青森県域は明確に中央政権に組み込まれたようで、13世紀には北条氏の得総領となります。津軽安藤氏は北海道沿岸部をも支配し、土佐港には大きな町が形成されます。南北朝時代には南朝に味方した南部氏が台頭し、室町時代には北畑氏が大きな力を持ちます。16世紀には津軽為信が他の諸氏を一掃し、江戸時代には盛岡藩や弘前藩などができます。アイヌも住んでいましたが、同化が進み、明治に入ると青森県が成立。戦時中には空襲を受け、戦後から青函トンネルが作られ始め、富士リンゴの品種登録も行われます。白神山地や北海道北東北の縄文遺跡群がユネスコ世界遺産に登録されました。コメント欄で教えてください。